サボテンダーサボテンダーは、スクウェア・エニックスのコンピュータゲーム、ファイナル・ファンタジーシリーズに登場するモンスターの一種。小型の柱サボテンに、手足が生えたような形状で、胴体に当たる部分に目と口とおぼしき三つの穴が開いており、全体的な外見は、埴輪のようにも見えるモンスター。自立自走し、非常口の誘導灯に描かれているピクトグラムのような、ポーズをとっていることが多い。 生みの親はキャラクターデザイナーの野村哲也。高校生の時にノートに書いた落書きがベースになっているらしい。書出はファイナルファンタジー6でチョコボ、モーグリ、トンベリなどと共に同シリーズのみならずスクエアエニックスの主要マスコットキャラクターの一つにもなっている。関連商品が発売されており、同社の他作品にも出演している。 非常に素早く攻撃がなかなか当たらない上、たとえ命中しても硬い体表によりあまりダメージを与えられず、しかもすぐに逃げるため極めて倒しにくいが、倒した時の恩恵は非常に大きいという特徴が出演する、ほぼ全作品で貫かれている。また、針千本という文字通り針を千本飛ばし、対象の防御力に関わらず千ポイントの固定ダメージを与える。 独自の攻撃技も持つ。ファイナルファンタジー8では、針万本と呼ばれる、針を1万本飛ばし1万ポイントのダメージを与える、事実上の即死攻撃も登場。さらに、主人公たちに有効的なものがいたり、極めてよく似た偽物が多く登場するなど、シリーズを重ねるごとに存在感を大きくしてきた。8では、GF としても使用可能である。 ありがとうございます。